剣の鍛錬もこんなところか。いつまでそうやって見ているつもりだ。気づいていましたか。さすがですね。私に何か用か。前々から思っていたんです。一つお手合わせしたいと。奇遇だな。私も一度勝負してみたいと思っていた。それなら話が早い。一勝負いかがです。いいだろう。いつでもどうぞ。では。そうもいかなくなったようだ。あれを見ろ。あれは偉業ですか。まったく、せっかくの機会なのに水を差されましたね。偉業などはさっさと倒して勝負に戻ろう。わかりました。そうしましょう。これで身軽になった。私の切り札だ。必ず勝利してみせる。はあ、これで勝負に戻れますね。先ほどの戦いで負傷などはしていないだろうな。そのような無様な振る舞いをこの私がするとでも。許せ。心置きなく勝負するために確認したかったのだ。ではいつでもどうぞ。では舞い。野生の勘ではこっちの方から何かいいものがある予感がするのだ。みゃー、先ね、早く。こっちみゃー。フルーツの香りがするみゃー。ふにゅー、フルーツなんかよりも甘いお菓子がいいんだよ。あ、姫ちゃん、こっちに桃みたいな甘そうな果物がなっているのだ。え、本当？甘い桃なら大歓迎なんだよ。私を捕まえてごらんなさい。ま、待てユリナ、捕まえちゃうぞ。別に捕まえるとか、そんなことは。さようなら。いいなあ、ユリナとファレンさんの追いかけっこ。私も舞部長と追いかけっこしたいなあ。いいわよ。私が月夜を捕まえたらどうしようかしら。部長、捕まえたら罰ゲームね。行くわよ。捕まった方がいいような。いや、ダメだ、逃げないと。この時間を大切にするのよ。待て、月よ。精神力だ。私は危うく妹がキャッキャウフフしているところで吹き出しそうになってしまった。ラドリアさんもですか。あれは反則級のサプライズでしたね。私も危なかったです。いい鍛錬になった。まったくです。めったにできない経験でした。あれ、いつからにらめっこの勝負に変わったんだよ。せっかく息を殺して見守っていたのに。